よし帰りましょうおしまいですびっくりしたびっくりしたびっくりしたいやちょっとわすごいビビってる怖い <laughs> どうも島田修平です 始まりまりした島田周平の「お階段巡り」皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあこのチャンネルメンバーシップの方も始まっておりましてあのまあお階段巡りだけにですねメンバーのことを「巡り人」というふうに呼ばせていただいておりますあなたも「巡り人」になってみませんかお願いいたします そしてね、コメント欄の方もいつもね、温かいコメント、本当にありがとうございます。あとね、なんかこう、難解な、これどういうことなんだろうかっていう会談がね、あった時には、もう皆さんの考察が鋭くってですね、で、結構僕も含めて、あの、出ていただいたね、階段アの方も、あのコメント見て、なるほど、こういう見解もあるのか、じゃあ今度これも足して話してみようみたいな感じで、結構あのコメントで、さらに階段が進化するっていうね、面白い現象にも起きてるんですよ。ぜひぜひ皆さんもね、 こうなんなじゃないかななんていうね感想とか、えー、これきっとこうだよって発見とかあったらね、ぜひあの書き込んでいただけると本当にあの励みになりますのでよろしくお願いいたします。さあ、えー、今回のゲストの方、大人気チャンネルをお持ちの方なんですが、今までねこういった他のチャンネルにね出たことがなかった方、その方がね本当にわざわざお越しくださってですね貴重な機会を作ってくださいました。ご紹介いたします。まめチャンネルよりまめさんですお願いいたします、はい。よろしくお願いします。<laughs> 本当にね、もうありがとうございます、はい、ええー、こちらこそ本当にありがとうございます、呼んでいただいて <laughs> だってね、ないんですもんね、こういうこと今までいやもう本当に一度もないです <laughs> だっていつもやられてるチャンネルも、いつもお一人ですもんねはい、そうなんですよね豆チャンネル、どういったチャンネルでしたっけはい、僕のチャンネルでは、幽霊が本当に良いか確かめるためにバイクで旅をしながら、全国の心霊スポットを巡って心霊検証したり、心霊スポットにキャンプ泊したりしています何がすごいってね、こう豆さん そんなね、えチャンネルやられていながら、めちゃめちゃ怖がり。<laughs> はい。で、そこにしかも一人で行ってるから。はい、結構取り乱してる様子なんかも、中にはね、収められてるわけですよね。はい、その通りです。怖がりなわけじゃないですか。はい。大丈夫なんですか。<music> ぜひ皆さん、なめチャンネルさんですからね、<laughs> もう大人気なんですが、概要欄貼っておきます。えチャンネル登録と、え、グッドボタン。 はい、よろししくお願い,いたしますすそののさんですねあの前回の体験談お話しいただいたんですけども今回は今全国回ってる中で撮れたり聞こえたりしたという、えー、不思議な動画今回なんと5本5本をお持ちいただきましたありがとうございます。はい あの、音とかに関しては、ちょっとこう、皆さん、そこに関しては、その、イヤホンとかされた方が聞こえやすいってことなので。まあ、そうですね。より聞こえやすくなるとは思います。はい。より怖い思いをしたいという方は、ちょっとイヤホンも準備してね。はい。ここから楽しんでいただきたいと思います。では、まむさん、お願いいたします。はい、お願いします。じゃ、五本の動画ですね。はい、はい。よろしくお願いいたします。と、はい、まあ、さっきも話した通り、僕は。 YouTube を始める前までは幽霊をほぼ信じてなかったんですよ、ねうん、でまあホラーも好きだしオカルトも好きだけど、まあ、心霊現象を体験したことがなかったのでもう幽霊はいないんじゃないかなって思ってて、まあ、その自分の中でいる確率で言ったら10%とか、うん、まあゼロではないですけどそんな感じだったんですよね。で、実際に心霊スポット の旅に出て、六十箇所ぐらい今行ったんですけど<う>。で、まあ、その気持ちが今どうなったかっていうと。これが80、八十パーセントぐらいまで上がりました。えー、は,はい。でも、本当にはっきりくっきり。見たっていうことが、まあ、まだないので。その完全にいるっていうところまでは到達してないんですけど。まあでも10、十パーから八十パーなんで、相当上が,っ上がりましたね。だと思う。はい。うんうん、そうなんですよ。これが、なんで、ここまで上がったかっていうと。 まあその理由がたったっつなんですよね、はい、でこれが撮影した映像の中にちょっとおかしな声みたいなのが記録されていることがちょこちょこあって、うん、でまあしかもそれが「あ,あ」とか「う」とかじゃなくて割としっかりした文章なんですよね<ー>。でまあコメントとかでも結構「後から音入れんな」とか、うん。 まあ、加工するなみたいな、結構、まあ、ちょいちょいくれるんで。すよねそのレベル、だそれぐらい、人が疑っちゃうぐらい、のものが取れてるわけですね。そう,そ,うすはい、そう、もちろん、絶対そんなことはしてないんですけど、はい、そうなんですよ、やらせだって。思われてしまうぐらいの。音みたいな、まあ、声みたいなのが。入ってるんですよね。ってなるともう、これいるとしか考えられないよ。っていうふうに、限りなく、こう近づいてきてるわけですよね。はい、あ、そうなんですよ。で、まあ、今日は、その。映像と音声を見ていただく。 こうと思って持ってて持きましたすごい <laughs> <laughs> 見終わった後には「えいるよやっぱ」っていうふうに思う方ってたです、ね、っていただければ全部 YouTube に一応上がってる動画なんですけど、はい、今回はその抜粋して短い動画にしてでその聞き取りやすくするためにノイズを除去したりとかまあ、音量も調節してきたんで。 ちょっと音質が変わったりする部分もあるかもしれないですけど、すごい。ちょっとその点はちょっとご了承ください。いや,いやいや、もういいとこ取りということで。はい、今回すごいですね。もうちょっと皆さん。なんか見てる皆さんの価値観が。今と後で変わっちゃうかもしれないスペシャルっていう。<laughs> とんでもない回になりそうですね。ちょっとハードルが上がりすぎました。<laughs> 一回下げましょう。皆さん、一回下げてください。<laughs> はい。じゃあ行きましょうか。はい、はい。じゃまず一本目からよろしくお願いいたします。はいはい、そしたら、一本目の動画が。と、長野県のオバステ山っていうところに。 実感めちゃくちゃ近いですよ。そうですよね、長の写真ですもんね。ご存知です。もう知ってます。あのね、田田っていうね、そうです。はい、もう斜面にね、こう田んぼが作られてるっていうね、そこにこう月が映るとね、ってことがまあ浮世絵にも描かれているというね、観光地でもありますよね。そうですね。昔はあのお年寄りの方が捨てられてしまっていた山っていう風に言われている場所ですよね。で、そこに夜行くとお年寄りの幽霊が見えるとか。 あとはそこで不思議な体験をされた方の話だと、まあ、おば捨て山で道に迷ってしまってで偶然通りかかったお年寄りの方が道案内してくれてで最後出口まで行ってお礼を言おうと思って振り返ったらそこには誰もいなかったみたいな<ー>そういう不思議な話もあるような場所で,、はいでまあ、実際におば捨て山に来ましてで麓にテントを張ってで深夜12時ぐらいに。 山頂に神社があるんですけどご、はい、存知ですか、はい、でその神社をを目指しして登山をしたんでですよねでまあ道中もなんか結構気配みたいなのを感じながら、まあ、4 5 0分かけて頂上に着いたんですよね。でとりあえずそこの神社でお参りをしたんですけどでまあ今から見てもらう映像っていうのがそのお参りをしている時の映像になるんですけど。はい ちょっとその中におかしな音声のようなものが記録されてたんでまずはそちらを見ていただきたいと思いますわかりましたじゃとりあえずはどこかってことは聞かずにはいちょっとじゃあ普通にまずね皆さんと一緒に僕も見させていただきたいと思います、はい、こんばんはすみません夜遅くにどうもありがとうございました うん、まあ今文字がね今一緒に出てきたのですごく分かりやすかったんですけど近づくなよ、はいはい、これがね例えばそう聞こえただけだとしたとしても今までの息遣いとか足でなんかこうね何かを踏みしめる音しかここ入らないはずなのに。 異質の音入ってましたねだからねそうなんですよもう周りに深夜12時のその山頂なんで登山道の、まあ、絶対に周りに人とかもいないしもう一回聞いてみてもいいですかはいこんばんはすいませんよろそくにどうもありがとうございました 近づくないよ近づくないよみたいな感じはいそうです、ね、全然異質な音がねはい異質ですよねそうなんですよ今までと全く違う音が入ってますよね<う>、はい、あの確認なんですかドアタドアタだねはいこんばんはすみませんウろそく君これはいどうもありがとうございました なんで最初森進一さんのものマあ怖かったからちょっとなんかその自分をこうそうですねちょっと落ち着けるために落ち着けるためにまずはこんばんはまずはモノマネからあモノマネから入ってたあそれがちょっと最初なんで森進一さんやってんだろうなってちょっと思ってすいません先に言わなくてすいませんそでんないいしたや、こ 近づくなよというふうにやっぱり聞こえなくもないし、そうですよ、ね。ただやっぱり間違いないのが異質ですよね。今までの音と比べて、はい。声みたいなのはちょいちょい聞こえるなとは思ってたんですけど、その時は別に特に何も聞こえなかったんですよね。そのお参りをしている最中っていうのは特に気になってなかったんですけど、<laughs> ただあのまあ二つ意味があると思うんですよね。あの、はい 単純に近づくなよという言葉だった場合これが本当にね今こマメさんが行こうとしている場所からも警告で来るなっていうことでもうかなり危険な状態で「近づくなよ」って怒られているパターンでもう一つは守ってくれるやっぱ神社なので神様がマメさんに「いや本当に」 やめときないよってことでこう注意を促してくれてるっていうなるほどいいものなのか悪いものなのかとかってそういうといろいろ考えちゃいますよ、ね、ああ、なるほどそういうこの後何かあったりしたんですかいやその後はまあ動画内にもちょいちょい音声みたいなのが入ってたりしたりまああとはラップ音みたいなのが周囲からものすごいしたりみたいなことはありましたねと後で確認したらこういうのが聞こえてちょっと,ゾッとしたみたいな、はい、そうですね、はあ すごいもうなんか一本目からな <laughs> 本当ですかはい、ちょっとすみませんじゃ二本目はいこのテンポでポンポン行ってもいいですかはい、はい、よろしくお願いしますはいお願いします次の動画なんですけどこれが金山ダムっていう <laughs> 千葉県の <laughs>、まあ、はい、はい、そうですね島田さんも行かれたことがある僕も何度も足を運んでますでも今はちょっと今事情があって行けないというねあの夢ではい見られたっていうはい、まあはい、その場所に行った時の映像になります。 それ、いいつららの話ですか半年ぐらい前です、ね、最近なんですねはい割と最近ですねはいで、まあ、金山ダムでは昔カップルの方が身投げしてしまってその時男性の方だけが助かってしまったで夜男性が一人でここへ行くと女性の幽霊が出てダムの中に引きずり込まれてしまうみたいな心霊現象が有名なんですよ、ね、そういった噂がねそう,そうですね、はい でまあ、実際に夜行きましてで、まあ、ダム内を一人で探索してたんですよねで。そうすると草むらの中にダムに続く獣道みたいなのを発見して今から見てもらう映像っていうのがその獣道を実際に歩いてる時の映像なんですけど、まあ、その中にちょっと女性のような声が記録されていたのでちょっとそれを見ていただきたいと思います。わかりました。 じゃ、こちらもとりあえず、何も聞かずにですね。はい。ちょっと聞きたいと思います。皆さんもよく耳を澄まして。イヤホンある方はね、イヤホンをつけながら、はい、お楽しみいただきたいと思います。道じゃないか。ちょっとだけ行ってみようか。え、しやばいやばい、こけた、こけた。え。<laughs> 危な,な。 不な,なっていうかコケだけど、こっちなんだろうな。やっぱり異質の音入ってくるんですよね。一応今文字だとごめんなさい、ごめんなさい。はい。だから奥さんとか文字見たいになくって音だけ今聞いてるんですけど、やっぱり急に音質が違います、ねはい、そこまではね、こう。 草木をこう踏みしめるっていう音と、まあ,あ、息遣いとか、はい。そうなんですよ。いきなり高めの声が。入ってたんですよね。どう頭、あれはつまずいただけですか。どう頭普通に転びました。で、ね、なんか。はい、あれは別に名現象とかじゃなくって、ちょっとこう足元がおぼつかなくなったのは関係ないですよね。<laughs> 僕、あの、撮影中よく転ぶんですよ。<laughs> で、その後ですよね。でも。その後にごめんなさいってきたら、それ転んでたのも。 よく転ぶって言ってるけど何かその女性に何かされたのかなとかそうですね関係があるのかなみたいにちょっと思っちゃいますよねもう一度じゃあちょっといいですか再生します小野さん一人で行ってるんですよねはい完全に一人ですそうかだから他に行きます再生します道じゃないかちょっとだけ行ってみようか よしやばいやばいこけたこけたあぶなああぶなあっていうかこけたけどこっちなんだろうなも,もしかしたらごめんなさいじゃない可能性もありますまあまあそうですねでもやっぱり何かこう女性のようならしき音がはい、はい、急に聞こえてきてはいますもんはい あのやっぱねこういうのって僕毎回思うんですけどタイミングだと思うんですよね、はい、何かこの話をした時に聞こえるとかそこに行った時のこれをした瞬間に聞こえるとかっていう。はい、ってなると何かねこうやっぱりいるのかなとか、はい、何かその不思議な存在からこちらへのメッセージなのかなとかね意味をこう探れるような気がするんですけど、はい、なるほど。 まあ、今回で言うと、まあ、転びそうになった直後であるとか、まあ、あとはやっぱり。さっきのお話ですよね、あの、この金山ダムのいう場所にある噂。はい、で、まあ、女性の霊がっていう話がよく聞こえる中で。女性の声がっていうところ。はい。うそうですね、その。やっぱ噂と何か関係があるのかなっていうふうに。思っちゃいますね。この後大丈夫でしたか。特に何もなく。はい。はい <laughs> そうですね、霊障みたいなのも、うん、特に体験したことがあんまり。<ー>ま体調を崩すみたいなのがあるんですけど。そういうなんか、なんかその後に起きたみたいなのは、ちょっと、まだ体験したことがないんですよね。ま、守られているのかもしれない。ですそうかもしれないですね。ちょっと、このペースで言ってもいいですか。<laughs> はい、次じゃ、お願いします。はい。はい、と、次の映像が、子供の声のようなものが、記録されている映像になるんですけど。 ちょっとその子どもの声に関してちょっと思うことがあってっていうのも僕の YouTube のコメントとか DM とかに結構霊感がある人から結構いいろんんなメッセージをいただくんですよね、うん、でその中でちょっとあるメッセージが多いなってことに気づいてで、まあ、それが北海道に行った後からあ僕一回撮影で北海道にも行ってるんですけど、まあ、その後から。 子供の幽霊が一緒についてきて旅をしてるよっていうコメントが<ー>まあ何件かちょこちょこ来てることに気づいたんですよねでまあ僕自身ちょっとそれについて心当たりみたいなのがあって、うん、それが北海道の夕張っていうところに行った時なんですけどここで保険金殺人の罪で死刑になってしまった夫婦が暮らしていた家の跡地 に行ったんですよ、ね、でまあここは住宅街になってるんですけどその住宅街が丸ごとゴーストタウンになってて、うん、まあそこにある家は全部廃墟になってるみたいな、まあ、結構見た目が怖い場所ででまあそこに実際に行った時に子供の話し声のようなものが聞こえたりとかうん、うん、あとは「タッ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 」っていうちっちゃい子が。 走ってるような音みたいなのを聞こえて、うん、でも、ま、自分の中でなぜ、ま、かその場所から子供の幽霊がついてきてるみたいなイメージみたいなのを勝手に持っちゃってたんですよね<ー>それでなんとなくその後から自分の中でも子供の幽霊がついてきてるみたいなイメージを持っちゃってたんですよね、うん、でこれから見てもらう映像っていうのがその ゴーストタウンを歩いてる時の映像になるんですけど、はい、ちょっとまあその中に子供のような声が記録されていたので、ちょっと見てもらっていた,だきたいと思います。ほー、子供の幽霊がついてきてしまったかもしれないというきっかけの日に撮られた映像。はい、その時にも子供らしきものがってことなんですね。はい、北海道夕張と書いてありますが左上に。はい、再生してみたいと思います。はい、では行きます 子供の喋り声みたいな。聞こえない。ちょっと人人。その走る音しない。何する。って今文字出てきましたけど、はい。 これじもしかしたら、イヤホンの方が聞こえやすいのかもしれないですね。そうですね。はい、はい。イヤホンつけますか。いいですか。はい。ただ、これ、本当、ゴーストタウンなんですね。そうなんですよ。あの、ただ、電気消えてるだけで、本当、人が住んでそうなぐらい。ちょっと、これで再生してみたいと思います。子供の喋り声みたいな。聞こえない。 人人人人。その走る音しない。あの最後、ウェアウェアウェアってあるじゃないですか。はい。そこの時に入ったことですか。はい。そこの時に、そこの時です。ちょっと大久保さん、言っていただいていいですか。<laughs> その、<laughs> すみません。え、イヤホンいいですか。<laughs> はい、どうぞどうぞ。子供のしゃべり声みたいなの。

そうそうですそうです。あしゃしゃしゃ何する？聞こえましたもう音質が違うんすね。はい。は足音もコツコツコツってなんか言ってますね。ああ本当ですか？何する？何する？はいそうそんな感じ、えー、そんな感じです。こ結構コメントでも聞こえないっていう人といや全然聞こえるよっていう人を。 分かれるんですよねあの僕もおおあるんですよあのもしかしたら「霊」との相性なのかあとは得意な周波数とかなのか分からないですけど、はい、昔あの流行った「霊の,の声」が入ってる CD ってあったじゃないですか、はいはい、ドリカムかなんかの「<ー>この子誰の子?」みたいな。ってやつが代表的なことで皆さん聞こえる声って言ったのに俺何回聞いてもあれは聞こえないんですよ。でも他のやつは聞こえるんですかどうってなるほど。 この場所ど、うん、あのあの道の奥ですか。道ナミスのこのあ、そうですね。最初歩いているところの奥ですね。その正面がちょうどあの保険金殺人の夫婦が暮らしてた家になるんですよね。めちゃくちゃ近くで聞こえますね。はい、そうそうですよね。じゃあよりだってこれを機に子供の霊がついてきたかもっていう話だったわけじゃないですか。はい。 でやっぱり寂しくて「はい、何するお兄ちゃんお兄ちゃん何する何して遊ぶ?」ってことですよねきっとには私は。そそうですすそうですでついてきてっていうだから一緒に旅をしてるっていう感覚に慣れてるっていうはいだからこそもうついてきてるからもう本当に近くでもうこの辺りで「え何する?」って言ってることそうですね本当にはいやちょはと すごいビビってる、怖い怖い。<laughs> ちょっといいですか、じゃあ、あとあと二本もあるんですもんね。はい、実際その夕張に行って以来。他の心霊スポットでも、同じような子供の声が。聞こえる、聞こえるとか。あの記録されてるようになったんですよね。ちょっとその他の動画、まあ何箇所か行ったのを、一本の動画にちょっと短くしてきたんで。 ちょっとそれも見ていただこうと思います子供の声いろんな場所シリーズそうそうですわか, <laughs> かりましたありがとうございます、はい、これいろんなのが入ってるわけですもんねそうですはい。慢性ですでは行きます再生しますよしうーわすげえなマジで してあなんか今上飛んだかった葉っぱかな気のせいか。 蛇橋結構あちょっと待ってどこまでどこまでいてる <laughs> これあなた夜一人で本当と何やってんの <laughs> そこはあの子供の幽霊が寝るみたいな、まあ、言われてる場所だった。 よくあの長い滑り台夜一<う>人で滑りましたそうですね,ですねとりあえず滑ってみようとでこの「声」っていうのが「楽しいですね」とか「滑っ、はい、てって」とか、はい、やっぱり何かその、まあ、子供が、うん、そうですね、うん、音質も子供みたいな感じでちょっとこう一貫性がありますよねそうなんですよ、ねうん、なんかこのやっぱりもっと楽しく一緒に行きたいとか「はい、次何するの?」とか そうですね、懐いてる感じ、はい、一緒に遊んでる感じコメントで言われちゃったんで、まあ、余計それをすごい意識しちゃってますね。まあ、どれもそ,の、まあ、そう聞こえるじゃんそうかなって思う人もいるかもしれませんけどやっぱ数がねそうなんですよ、ねうん、たくさんこう来ると、はい、やっぱりそういうことあるのかなっていう、はい、なんかすごい贅沢な今「子供の声」シリーズにしていただきましたけど <laughs> 本当にありがとうございます。<laughs> いいえ ではいよいよ最後はい、はい、お願いいたします、はいい最後お願そしたら最後が僕が幽霊に取り憑かれてしまったんじゃないかなっていうような映像になってるんですけど、はい、これが茨城県の旧月折トンネルっていうハイトンネルの心霊スポットに行った時なんですけど、はい、夜そこに行きまして実際トンネルの中へ入ったんですけどものすごい水気がある場所で。 でトンネルの至る所から水が漏れてるようなでその水の音の奥になんかずっと背後からも,ものすごい気配を感じてほんとずっと後ろに人がついてきてるようなそんな感じの印象を受けたというかで、まあ、撮影は普通に終わってその後、まあ、バイクで帰ったんですけど。 これ動画内でも言ってるんですけどその帰り道もずーっとそのトンネル内で背後に感じてた気配っていうのが消えなかったんですよね。へ<ー>でもな何だろうこれって思ってたんですけどでまあ、実際その映像を見返してみたらその気配の正体はこれだったんじゃないかなっていうふうなことを思うような映像になってます。映像でで、まあ、ですすすか音声ねが入ってたわけです、ね、はい、はい それを最後に見ていただきたいと思いますそし、はい、たらトンネル戻りまーすほらほら声みたいのがさまあ水の音だね ましょう。おしまいです。びっくりした、びっくりした、びっくりした。びっくりした、びっくりした、びっくりした。びっくりした,りしたよ。俺のバイクだったわ。トレダカ祭りじゃないですか。そうなんですよ。しかも、なんか。女性。はい。 かこれなんかどんどんこう真上さんに声を寄せてきて最終的にもうあなたのことを決めたからはい、はい、でもうついていくねっていうはいそんな感じに思いますよね途中も好きって言ってましたしねはいそうなんですよ完全にこう見入られたのかなっていうこの、ねはい、え音一連で聞いてみるとっていう,もうはいそうなんですよだからもう最後に感じてた気配 っていうのが。まあ、その声の主なのかなっていうふうに。ちょっと思ったんですよね。もう一回聞いてもいいですか。はい。これ、ずっといろんなのが入ってるんですね。来、はい、ます。し、はい、たら、トンネル戻りまーす。ほら。ほら。声みたいなのがさ。 まあ、水の音だね、うんあ。なんか動かなかったそこであ。なんか動かなかったそこで。なんか動かなかった。よし、帰りましょう。おしまいです。びっくりした、びっくりした、びっくりした。 びっくりしたびっくりした、はあはあ。びっくりしたよ。俺のバイクだったわ。ついてくねがなんか一番しっかり聞こえた気がしました、ね。あ,あ、<は>本当ですか。はい。聞こえました。聞こえたような気がします。すい <laughs> ません。<laughs> <laughs> そうそうですよね。これって実際そのマメさんは現場でなんか声聞こえたなっていう感覚はあるんですか？うん、そうですそこの心ンスポットに関してはもうありましたね。言ってますもん中でなんか声聞こえてるよ、はい、みたいな。はいもうずっとまあ水音かなって思いながらまあやってたんですけど。じゃ現場的にもちょっと聞こえてたってことなんですもんね。そうですね。 途中ねびっくりした相手が自分のバイクだったっていうちょっと、ね、<laughs> 天然ちゃんな部分もありましたけど <laughs>、はい、結構多いですねそういうのも <laughs> 結構結構多いです <laughs> まあ俺のバイクかよっていう <laughs>、はい、でもやっぱなんかこれ女性にまさに見いられてるような <laughs> はいそうですそんな感じでその後やっぱりこうついてこられちゃったみたいな感覚とか何か変なことが起こったとかはないんですか特にないいんんでですすよねね <laughs> これがが <laughs> 音声系が多いんです、ね そうですね。うん、俺自身あのかなり高性能なあのヘッドホンで動画編集してるんで<ー>ちょっとあのコメントでやっぱ聞こえねえよみたいなくるんですけど俺的にも結構はっきり入ってるような。あとやっぱりもしかすると僕はの説なんですけど、はい、霊感がある人。はい で、まあ、もちろん霊が見えるっていう人がいます。はい。で、霊感がない人は霊が見えない。はい、で、この霊感がある中でも。すごく強いとか、まあ、ちょっとあるとかっていう、そのレベルがあるらしいんですけど。はい。すごく強くなればなるほど、くっきり。はい。見えてくるらしいんですよ。はい、なるほど。そうでもないとぼやけて見えるとか、もやが見えるぐらい,い、はい。はい。だから、もしかすると、すごくこの霊感で音声なんだけど。強ければ強い人ほど。 はもう完全に入ってんじゃんっていうのかもしれないですし。なるほど。全くそういうのがない人は、ええ、聞こえない、聞こえない、何回聞いても聞こえないとかことがあるのかもしれないですよね。なるほど。あとはやっぱりその人との相性。はい。チャンネルがバチンって合うかどうかってことによっても。はい。他の人が全然聞こえないのに、自分だけはバーンって、すっごいくっきり聞こえるってパターンもあるのかもしれないし。でも、今回ね、もう五本。はい。なので、どれかは多分皆さん。 うわ聞こえたっていうのあったと思いますんねはいあると嬉しいです、ね、はい。さらに楽しみたい方はヘッドホンでそうですねはあ、<laughs> やっていただくとまたいいんじゃないかっていう <laughs> はい。いやかなり贅沢な <laughs> ちょっとこれね最初言ってましたけども今回ね動画見る前と今でねもしかしたらこうレっているのかもっていう風に価値観変わった方がねいたら嬉しいななんて思いますね、はい、そうですね、はあ、いやー無茶してますねはい <laughs> 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 そうですね。ちょっと一人はちょっときついですね。今後こう二人とか3人にしようみたいな構想はないですか？今のところないです。やっぱり一人がいい。一人がまあ、取りやすいっちゃ取りやすいですね。なんかそのアメリカにビッグフットを探しに行くときは。 まあ、一人では多分、二人とかで。あの夢が、あのビッグフットを捕まえることっていう意味で、ね、<ー>お持ちなのでね。はい。まあ <laughs>、はい、そこもほどほどに、はい。<laughs> 頑張っていただきたいと思います。はい、あと、本当に、ね、あの、安全に気をつけて。はい。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、じゃないと、皆さ様の安心してね、楽しめないですからね。はい。はい。はい んかその辺もしながら頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。いや、本当に今回ありがとうございました、えー。こちらこそ本当にありがとうございました。ぜひ皆さんですね、豆、えー、チャンネルさんです。もう大人気なんですが、もうね、えー、チャンネル登録、グッドボタン、概要欄貼っておきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こういった映像たくさん載ってます。どうでしたか、今回ね、あのこう、他のところに出るような経験がなかったという方か,なんか、はい、出ていただいたんですけども、はい大丈夫でしたかもう吐きそうなくないちょっと でも口カピカピですそして水ほとんどないですもんね,でねでも普段心霊スポット行ってるよりかは全然怖くなかったんじゃないですか <laughs> いやまあまた別の違った <laughs> 怖がありました、ね、そんな中本当ありがとうございました <laughs> いえいえ本当にありがとうございましたというわけでゲストまめチャンネルのまめさんでしたありがとうございましたありがとうございましたでそこにしかも一人で行ってるからはい 結構取り乱してる様子なんかも中にはね収められてるわけですよねはいその通りですっ怖がりなわけじゃないですかはい。大丈夫なんですかあんまり大丈夫じゃないですねうわーってなっちゃって<も>うわーってなっちゃって本当にもう今でこそまあちょっとは慣れましたけど最初の頃はもう本当にパニックになってあ<ー>人はこんな風になっちゃうんだなっていう恐怖でっていうのを 最初の,方の動画を見ればだからまあ心霊が映るかもしれない声が入るかもしれないけれども人間の極限状態を見られるという <laughs> まあそういう楽しみ方もあるチャンネルです、はい、あでも最近はだいぶ慣れてきたのでねあんまり怖がらないっていうねことにもなってうわ <laughs> ごめんなさいちょっともう <laughs> <laughs> びっくりしすぎちゃってすいません今あのあれだけ優しい豆さんが一瞬マジで僕をにらんだっていうごめんなさいちょっと <laughs> すいません本当今怖がりなんだなっていうふうに <laughs> 分かりました分かりましたはい本当に怖かったです <laughs> 怖すぎて声が出ませんでした <laughs> 皆さんね <はい S 1> ごめんなさいあのまあねこんなところもありますんでハハハ言ってますね イ,イラッとしましたすみませんします <laughs> 完全にテンション下がってるじゃないですか <laughs> ちょっと心臓のドキドキがまだ止まらない <laughs> ただね、そんな小分かりなんだけれどもで会社にお勤めになっていた会社をスパッと辞めてそっちにねシフトしてってぐらい、はい、まあこういった世界がお好きなわけじゃないですかそうですね好きになったきっかけとかって何だったんですか、はい、きっか

思ってたんですけど、まあ、いてほしいっていう気持ちも強かったので、まあ、この YouTube を始めることにしました。愛ですよね。もう幽霊愛、<laughs> オカルト愛があるからこそ、だったら本当に見てみたいんだ。いるなら姿を現してくれよ。それみんなでも僕も見せたいんだよっていうね、そういうこう思いになってきてるわけですもんね。はい。<laughs> <laughs> ちょっと違いましたか。<laughs> まあきっかけは、まあそう,そうですね。最初前の会社が。はい。 スーパーパブラック企業だっそれでまあそれ、まあ、それが嫌すぎて退社したんですけどそれで何をしようかなって思った時にそれ,それを思いつきいいつたというか、はあまあ、その後、ね、会社ではねもう本当にブラックで本当にゃ辛い経験もされても、ね、もう本当にそこにもいるんだけどいないようなそんな心理状態にもなるぐらいの、はい、まさにじゃ周りから見たらマメさんが幽霊社員みたいな感じで。

今乗っているバイクも購入でできたそうかだからやっぱりその時にね自分がもうここしか見えない時ってやめるっていう選択肢がこう浮かばないぐらいこう追い込まれてしまうことってあるけれどそうなで,、ね、でもそれを手放したらそこにまた新たなスペースと時間ができてでそこでこう、ね、手にしたお金で新たな今、ね、道が開けてててるっっいうことってありりますすもんね、うん、その通りです、はい、だからなんか今ちょっとこれも辛いけどこれもうでもやめるとかそういうのが無,無理なんだよって 思う方、無理じゃなくってそうです。はい。一個これやってみるってことは、そうですね。こういう生き方もあるんだよっていう、うん、はい。ぜひ思っていただきたいですよね。はい。はい。なんかよりそういう話を聞くと、なんかもっとまた応援したくなっちゃうなって感じですけども、はい <laughs>。ありがとうございます。はい